皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の理科、体積岩の種類とその特徴についてお話しします。地層として堆積した土砂が長い年月をかけて押し固められてできた岩石、これを堆積岩と言いました。堆積岩は6種類あります。ではその、分け方と特徴についてお話します。まず岩石を作る土砂の粒の大きさで分けられるもの、これ3種類です。粒が2ミリメートル以上のものでできている岩石、これを礫岩と言います。それに対してそれより少し小さい粒、16分の1ミリメートルから2ミリメートルの粒でできている岩石、これが砂岩です。この16分の1ミリメートルという数ですけれど、これ 0.06 ミリメートルと表示している教科書もありますので、皆さんはご自分の教科書で使っているそちらの数字を使って覚えてください。そしてさらに粒が小さいもの、16分の1ミリメートルより小さい粒でできている、または粒が見分けられないとね、そういうもの、これ泥岩と言います、ね、この粒の大きさで分けられるものの特徴、これ岩石を作っている粒が丸みを帯びていることです。これなぜ丸みを帯びているかというと、これって流水で運ばれて堆積したんですね。水の中を転がって堆積しています。その転がってくる途中で角が削れて丸くなったんですね。ですから粒が丸みを帯びています。これに対して生物の遺骸や水に溶けている成分が堆積して固まったもの、これ2種類あります。石灰岩とチャートです。石灰岩というのはサンゴの死骸などが固まったもので、カルシウム系の岩石です。これ薄い塩酸をかけると二酸化炭素が発生します。これに対してチャート、これ放散虫などの硬い殻が固まったものです。放散虫というのは、古代の海にいたプランクトンの仲間です、ね、この殻が固まったもの、これ二酸化ケイ素系の岩石でとても硬いんですね。釘で傷つくってことはないんです。釘で傷つけられないんですね、そのくらい硬いと。で薄い塩酸をかけても、何も変化はしません。さて最後もう一つね、これ凝灰岩という堆積岩があります。凝灰岩、これは火山の噴出物で、ね、火山が噴火した時ブワッと噴火した時、その噴出物が堆積して固まった岩石です、ね、このように堆積岩6種類あって、その見分け方、種類、特徴、今回はそれについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。